沢豊は、日本の科学者、農学者。新州大学理事、農学部長を経て、新州大学名誉教授、日本畜産学会名誉会員、農学博士。専門は、動物栄養学、動物科学、畜産、獣医学。学部長就任後は、フィールドに根差し食と緑を科学するおかくに、豊かな、新州の自然の中でこそできる、 これからの食と緑を扱う専門家の育成、命を育み健康を支える、地域生活への貢献、資源循環型社会の構築を核とした。大学を研究機関としてだけでなく、時代に合わせて企業に必要とされるニーズにあった、高度な技術を提供できる場とするため社会と大学のつながりに重きを置く。一般への研究実績公開の場。 オリジナル商品を販売する場として、地元企業、機関各方面への協力を経て、食と緑の資料館、百合の木設置。他大学、学外でも数々の開発、シンポジウム役員、委員などを務める。県内の経営者や知事らによる、新州ものづくり産業戦略会議が提言した、新州の地で培われた特色のある技術や人材を活用して、 新種らしい特徴のある製品、商品を提供するものづくり産業を実践。食料保険機能開発研究センターを設置。そこを拠点に大学と企業と連携した人材育成や受託研究、共同研究を推進。農場で採れた農産物でのオリジナル商品開発に力を注ぐ。ありがとうございます。